はい、今日はですね、こちらですね、ブロッコリー、こちらを使ってですね、今日はエビとブロッコリーのサラダを作りたいと思います。それではですね、今からボイルしていきたいと思います。はい、ではですね、お湯が沸きましたんでね、ブロッコリー入れたいと思います。少々ですね、お塩を入れてください。でブロッコリーなんですけどね、茹で時間はですね、硬い方がよろしい方はですね、40秒ですね、40秒でお願いいたします。まあ40秒だと倍方になりますんでね、ちょい方だったら50秒、そんな感じでお願いいたします。今日はですね、倍方でいきたいと思いますんで、40秒で入れたいと思います。はい、ではね、40秒経ちましたんで、こちらをですね、まあこのままブロッコリー好きな方はこのままでもね、あったかいままマヨネーズとかつけて食べれますんでね、こちらでお願いいたします。今回はサラダですので、氷水で冷やしちゃってください。はい、そしたらですね、冷めましたんで、あえていきたいと思います。エビですね、まあ、エビの量なんですけどね、自分が食べたい量を入れてください。そして玉そらですね、こちらですね、まあ、入れても入れなくてもいいんですけどね、血液サラサラということで、ただそれだけのために今回入っております。で、お塩ですね、お塩パラ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 リングでお願いいたします。胡椒ですね、胡椒もパラリンコでお願いいたします。で、まみ調味料ですね、ハイミーとか味の素とか、まあ入れなくても大丈夫でございます。はい、でこれですね、混ぜんこしてください。あとですね、卵ですね、ゆで卵も一緒に入れちゃいます。はい、これですね、マヨネーズを入れたいと思います。これですね、よく混ぜてください。まあマヨネーズ入ってるんでね、カロリー的にはちょっと高いかもしれないんですけどね、まあ、ダイエットの方にはね、ちょっとおすすめしないサラダではございますが、まあ、すごくね、美味しいので、ぜひですね、作ってください。はい、でこれで、ね、完成になります。で盛り付けて食していきたいと思います。はい、ではテーブルの方やってまいりました。エビと、ブロッコリーのサラダですね、非常にうまそうです。それですね、早速ですが、いただいてみたいと思います。いただきます。まずはブロッコリーから。うまい。サクサクでうまいっすね。うまい。じゃあエビちゃんもですね、食べたいと思います。うまい。最高ですね。やっぱりブロッコリーバリ方の方がですね、私好みですね。非常にうまいです。うまっ。ぜひ皆さんも作ってみてください。それでまた次回動画でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバイ。うまいです、最高です。